本とか読んでくれるから。うん、本読んでくれる。アレクサ、本読んで。アバウトオーディブルで再生します。リーダーの究極の教科書論語の続きを再生します。この本の残り時間はあと13分です。衰えたるや久し、我また夢に秋光を見ず。術師、これは孔子が最近は秋光の夢を全く見ないと嘆いた晩年、70歳ぐらいの時の言葉である。秋光は周王朝建国の功労者であり、聖人政治家である。クリスマスイブ、孔子は何としても秋光のように徳に基づく政治をしたいという強い願望を持っている。アレクサ、話殺しかけて。すみません、わかりませんでした。本物の生き方をするためには生涯の夢を持ち続けることが重要なのである。失敗したときは何で素直に自分の非を反省する。孔子の夢と重なるのが定食の一生これ流れるよ。アレクサ、からし殺しかけて。創業者の故三森久美氏だ。え、亡くなったんかな。日本の定食、和食文化を世界に広めるという夢を追求。ハーベストかけて。うまく答えられません、ごめんなさい。し、世界への応募や展開の道半ばで。ハーベストかけて。ハーベスト。うまく答えられません、ごめんなさい。ねえ、亡くなった。亡くなった。著者は三森氏とは一緒に結婚。からし殺しのハーベストかけて。経営者への夢を追い、共に学び、亡くなったのかな。付き合っていた。アレクサ、からし殺しのハーベストかけて。アレクサ、ハーベストかけて。三森氏は東京池袋の定食屋を経営する叔父の養子となり、叔父が急逝したため20代で店を継いだ。ないかな。最初のうちは彼全然聞いてくれんのよ。滑舌が悪い。こうやって歯に引っかかってるから言ってちゃう。ハーベストハーベストって言ってるから言ってよ。じゃあちゃんと滑舌よく言って。そこで気持ちを入れ、アレクサ、からし殺しかけて。すみません、わかりませんでした。必死に経営を勉強するようになり、松下幸之助の教えを学んだ。はい。彼は女性が入りやすい清潔な明るい定食屋という。アレクサ、コンセプト、からしかけて。すでに本を再生中です。おかげ努力の末、株式上場も果たした。どんだけ聞かせたいの。わかった、本で探してんじゃない。ちょっとよくわからなかったです。アレクサ、ごめんなさい。ユーロビートかけて、一回。うまく答えられます。アレクサ、ごめんなさい。ユーロビートかけて。アマゾンミュージックでユーロビートミュージックを再生します。わけなき You.